前回白帯の森に入るところで終了し、少し迷いかけましたが、なんとか白帯シティに到着できました。少し買い物させてください。はい、完了。今回は白帯ジムに挑もうと思います。白帯ジムは草タイプなので、ムクバードが猛威を振るうでしょう。ミルタンクもある程度戦力になると思いますが、他の2体が無理ポです。なのでムクバードで無双できるのがベストなんですが、ジム戦挑む前にいつも通りにトレーナー戦。ちなみに前回見てくださった方ならわかると思いますが、このピクセルモン、第4世代でまだ未実装のポケモンが少なからず存在します。なのでその辺は臨機応変に対応していきます。ちなみに第3世代までは完全実装されてたはずです。なのになぜ関東や城都や公園でやらなかったのかって？神王とやり込み度が違うからです。神王の次にやり込んだ公園がギリギリできるって感じですかね。神王に次ぐシリーズやるとしたら公園ですね。城都や関東は知識的に厳しいですね。もっとファイアレッドやソウルシルバーをやり込んでおくべきだった。というわけでジムリーダーと対決です。今回はナタネさん。相変わらずデザインはモブです。申し訳ない。でもパーティー構成は極力ナタネさんに合わせております。極力ね。相手の先手はナエトル。さて、相手は何をするか。一気に翼で打って勝負するのもありだが、相手の後続のことを考えると、回避率上げた方がいいんじゃないかな。リフレクター、意外な技を出してきたな。リフレクターの効果をナエトルのままで切らしたいから、おっと完全防御体制に入ってきたか。ならばこっちも積むまで。よしよし、ちょっと攻撃してみっか。やっぱり硬いな。影分身が効いてるね。どんどん攻めよう。おっと当たるか。よし、リフレクターの効果が切れた。ダメージ入ったのは心もとないけど。さあ次は誰だ？来たかロズレイド。強力な毒攻撃持ってたら状況は変わってくるが。このアングルいいね。先手取られた。しかし半減なのにこのダメージ。やっぱりロズレイドは能力高いな。でも次で終わりだ。意外と耐久力なかったね。マジカルリーフは絶対当たる攻撃だから。影分身積んだの意味なかったですね。さあラストはトロピウス。ハイチェリムさん未実装です。申し訳ない。あれ、でも強化版ナタネさん。トロピウス持ってたような。ここぞという時にがむしゃら。これは強い。そんで影分身が効いていた。やったぜ。というわけで無事白帯ジムを撃破しました。今回はムクバードが大活躍。おかげでパーティの中でも一つ飛び抜けたレベルになってもうたね。他のメンツをもっと育てないと。ポケ戦への帰り道で耳にしたんですが、どうやらあそこのビルに何者かに自転車売りのおっさんが囚われてるようです。ここか。またあの銀河団のようです。しかも居合斬りが必要。セキュリティがバッチリだね。さて、どう突破するか。この時だけマイクラしてる気分が味わえます。さあおっさんどこに嫌がる。私が助けに来たからにはもう心配いらんぞ。あと早く自転車くれや。ウィリーとかジャンプとかできるやつ。ギアチェンしかできないのは物足りんぞい。あっそれはプレイヤースキルによるか。なんか騒がしいな。そんなことはよくて。またお前か。何がやりたいんかよく知らんが。トリマ自転車くれや。相変わらず狭いところだとポケモンが見えない。お互いの距離感も狭すぎるんだよ。本家もいつもこういう感じでバトルしてたのか。二毒インか。結構強力なの来たな。まあこっちは水タイプだし相性的にはこっちが有利なはず。とっとと水タイプでした。おいおいマジかよ。一気に形勢不利になったんだが、相性いいモンスターは、もここなんか能力値下げれる技あるか。厳しかったようです。ごめんよもここ。ここハミルタンクにかけるしかない。さ
あ行け、お前の力を見せてやる。危ねえ、助かった。ミルタンクがのんきでよかった。にしてもまだストーリー的に序盤なのに。若力とか脅威すぎだろう。ここは回復アイテムをフルに使ってこう。奴に雷パンチがある以上、無理にムクバードには交代できない。ボッタ石がワンパンされたんだから、ムクバードもワンパンされるに違いない。そうか、若力は攻撃力ダウンもあるから。回数を重ねるごとにダメージが小さくなっていく。でも傷薬で間に合うかこれ。ギリアナ、なんとか持ちこたえてくれ。攻撃手段変えてきたか。でも技の威力は圧倒的にバカ力の側へ。むしろこの選択はありがたい。よしよし、さらに威力落ちた。残り二つ。そろそろやばいな。二度蹴りも覚えてんのか。これ二度蹴り連打されてたら危なかったかも。微妙。次耐えるか耐えないかで勝負が決まる。よし、すごいぞミルタンク。こっから反撃だ。まずは自分の体力を安全圏まで持っていこう。バカ力連発後の二毒院はすでに水を失ったコイキングのよう。さあ行くぞミルタンク。踏んづけてしまえ。奴もしぶとい。だがもう勝負は決まっている。チェックメイトだ。しゃあ。今になって毒か。序盤の踏みつけで毒になってたら完全負けてたな。やったぜ。結構熱いバトルだったよね。なあじいさん、自転車はよ。